こんにちは、香水です今日のテーマは正月の目標を叶えるコツというお話をしていこうと思います今日のお話を聞いていただければ お正月に立てた目標を達成することができるようになることと目標の立て方のヒントについてお話ししますので毎年目標を立てたけど結局全然達成できなかったみたいなことを毎年繰り返している方には参考になると思いますしコツがわかるので今年は叶えることができるようになるんじゃないかなというふうに思います。 おそらくこれ聞いてくださってる方は去年も目標を立ててはると思うんですね。よし今年こそは彼氏作るぞとかよし今年こそは結婚するぞとかもしくは、まあ、離婚するぞとか副収入を得るぞとか転職するぞとかね、まあ、いろいろあるんですけど結果はどうでしたかおそらく多く多ののの方はは目標は立てたものの もうそれを立てたことすら途中から思い出したくない心境になってたりしません、まあ、要するに達成してないから思い出すことが嫌なんですよね思い出したらなんか達成できてない自分を自覚するので嫌な気分になるからもう忘れとこうみたいな感じでだいたいもう3月ぐらいになったら1月に立てた目標すっかり忘れてるっていうのがまあ普通だと思うんですねそうやって1年経ってもう1年 ね、お正月の時に「あ去年やれてない」みたいな感じになってるかなと。で今,今年もね大抵の人は「正月だからよし!」と気合入りまくってあれもしてこれもしてこれも叶えてっていう感じで盛りたくさんに目標を上げてると思うんですね。まずねこれが失敗ののととです、まあ、私の体験とあとまあじ 実験っていうのかな実験した結果とあとまあいろんな人のデータから言えることとしてあの言いますと目標はまずね大きい目標3つまでですそれが一番叶いやすいかなと思います。で、まあ、10個とかね上げてもいいんですけど結局ね気がね散ってしまってどれもできないってことに陥りやすいのでとりあえず絞りに絞ってまず3つにしてほしいんですよ。 で、その3つを達成するやり方としては、えー、っえっとね。今の話はもう今これ正月過ぎて多分動画上がってるので、もうもっと早く知りたかったわ。っていうかもしれないんだけど、えっと例えばもう上げてるものがあるんだったら、それを元にして3つに絞ってほしいんですね。とりあえずだから10個とか上げててもいいから3つに絞ることね。うんで、えっと。まず例えば。 例えば、ね、例えの話で言うと、まあ、3つのうちの1つが今年は彼氏を作るぞっていうことだとしますで2つ目がやりがいを感じる副業3つ目が前からやりたかった習い事を習いに行くというこの3つがもしあなたの中で3本柱立ったとしますだとしたらまずこの3つの中からランクをつけることが大事なんですね。 まずはもう緊急性を要することであったりとか一番叶えたい本心で本心で一番叶えたいことをメインと呼んでメインターゲットじゃないですけどメインの目標はどれなのかを絞ってくださいまず自分の中でねそれができたら今度はその3つの中からサブの目標を決めてくださいメインとサブです重要なのは。 残った3つ目のやつはとりあえず置いておくまあ何、うん、て言うの補助みたいな、うん、補助じゃない、まあ、補欠みたいな感じですねちょっと控えみたいな感じで置くみたいなイメージこういう目標の作り方をしてほしいんですよで、えっと、これ大事なのは手帳とかに書くのが一番いいもし手帳を持ってらっしゃらないんだったらなんか紙に書いてほしいんですよ置いとけるような感じで紙に書いて 1> 1, 2, 3みたいな感じで番号を振ってメインサブとかって書いてでそれ以外の目標が出た人はその下にビーって線引いてそこにバーって細かく書いていくでとりあえずその3つをもう書き初めのようにポンポンポンと大きく書いていくとで例えばその1の彼氏を作ることがメインだとしますよねあなたの中でそしたらとにかくこれを重要視して 集中してやるそしてこのメインの目標をいつまでにやるか期限を決めることですこれ絶対決めてください何月何日まで何日まで決めてくださいあここは曖昧にするから問題なんですね例えば1月から3月30ん30日かなえっ、ー、と3月の末までとしたらひたすら他のことを差し置いてでも 出会いの場に行きまくるもうこれこれをするで何があってもその最優先した目標はもう最優先で動くことですだからえっ、ー、と例えばサブの副業探しはそのね最優先にしてることの片手間でやってくださいここを守ることメインは何なのかサブは何なのかっていうのを常に意識して 生活するその3ヶ月はでこれひとまず3ヶ月やるんですよ。で多くの方はね両方を同時に同じだけのバランスでやろうとするんですよ。これが失敗するもと。あのねこれね私もあの何度もこチャレンジしましたしいろんな人見てて思うのはやっぱりね同じバランスでいくつものことを同時進行するってかなり 器用ななな人じゃいいとできないんできんすよ普通の人は多分すごいできないことなんだなって私は思いますまあ私も凡人ですからできなかったしこれなのでそれ無理もう無理なのでそういうことはもうしないもう一点集中でメインでやるそしてサブもその片手間でやるいくらその彼氏作ることがメインでも別にご飯食べたり遊びに行ったりとか まあ電車の待ち時間とかかもあるわけじゃないですかそしたら、まあ、例えば電車の待ち時間とかにこれがサブをやる時間ですよね片手間なんでじゃあなどんなことが好きかなみたいなまず自分の好きなことをあげていくみたいないろんな、まあ、検索例えばなんだ副業とか言って検索するとかねなんかその私何をしたら楽しいかな何をしたら魂喜べるかなみたいな感じを考える時間にするとかねそれサブで片手間にやるっていうのはそういう意味なんですね。 わわざわざそこのために時間を取るんじゃなくて空いた時間隙間の時間間間間隙ののにやるのが片手間ですそうやってあのそれをまた上げていくあこれもいいかもこれもいいかもと思ったら書く紙に書く上げていくこれが大事その時決めなくていいからまずは上げていくことそういうふうにしていくでね一点集中でやってもう一個のサブでやるっていうのは一個メインを進めながらサブもちょっとずつ進んでいくんですよこれだと。 なのでそういうやり方だとうまくいきやすいんですねで例えば三ヶ月一、二、三月まで集中して彼氏を作ることを頑張ったとしますよねそしたらね本当に集中してやったら彼氏ぐらいできますからえっとこれねあれなんですか。多くの方は、えー、っとできないのはなぜかというと途中でね諦めたりあの気持ちに慣れて止まってるからなんですよ なのでとりあえず3ヶ月って決めたんだその間は全力疾走するぐらいのど,んどうなろうともとにかくするみたいな感じでやった方がいいと思う言うても3ヶ月でしょ苦しいのは3ヶ月で終わるんだからとりあえずそれでやるこれを守ったら、まあ、1ヶ月10人ぐらいの人,の人と会うっていうことですけどね彼氏ぐらいできますからで、えー、例えばまあそれでまあうまくいって3月ぐらいまで彼氏ができました そうするとね今度はねメインの目標を達成したわけですよだから今度は2番手の目標を1番に繰り上げます4月からはだから今度はその2番目の副業を探すっていうのがメインに繰り上げするんですねでさっき置いてた控えの3番目の習い事の目標が2番手のサブに上がっていくんですよそんな感じでこう一個ずつ一個ずつ繰り上げていくっていうことをやります でまた同じようにメインを中心だからメインの副業を探すっていうのを今度は3ヶ月4563ヶ月でそれをメインでやっていくんですよ例えばいろんなねその1月から3月まで探した上げていったものを、えー、体験コースとか体験何やらとかがあったらまずはその3ヶ月で行ってみる体験してみるっていうのもありだと思いますそうやってそれを今度はメインに動いていくんですね でさっっき言った習い事のことは片手までやるということだから空いてる時間に前から習いたかったところのどこを習うのが一番いいのかどの先生がいいのかっていうのを、ね、空き時間に検索して調べるこれだけでもやってることになる進んでるんですよ。何かを行動しないと え行動したりそれを本当に達成しないとやれてないっていうふうに多くの方は完璧主義だから思っちゃうんだけどそうじゃなくて何かを達成しようと思ったらねはっきり言ってね準備する時間の方が一番ね長いんですよなのでその準備の時間もちゃんとそれは進ませていってたら OK なんですねだから自分のことをそういうふうに見てほしいんですよなんかすぐに「あ私またできてへんわ」みたいな感じの そういうい認識じゃなくてあこれはまだ準備期間でも準備ちゃんと着実と進んでるなっていうふうに思ってほしいんですね。そうやってやっっっててていいかないと目標って達成できないんですよで、えー、とそうやって大きい目標を2個並行しながらね必ずねどっちがメインなのかはっきりさして期限,期限を決めてメインとサボを両方進めていくただもし勝ち合った場合予定が勝ち合ったりとか。 なんかこうどっちしようみたいな状態になった時必ずメインを優先してくださいそうやってやっていくと迷うことがまずなくなるんですよどうしようどうしようみたいなどっちしようみたいな感じであの気分で決めてるとここ迷うんですねその時の気分でもうなんか婚活しんどいからもうちょっと副業の方に行きたいわみたいな感じでなんかせっかくメインの婚活の話ね進めてんのに途中でなんか気変わったみたいな感じで あの副業の方にふらっと行ってみたりとかしてでもまたなんか知り合いが結婚するとかって話聞いたらまたやっぱり婚活とかなってねまあなんかこうブレブレなんですよなのでその辺がえとメインサブっていう決めてとりあえず決めた期間やるっていうその練習をやった方が結局は叶いやすいと思うんですねほんでね あの私が3ヶ月というふうに言ったのは割とやっぱり3っていう数字ってね使いやすいっていうか3333って3で分けていったら、ね、あのだいたい、えー、3412だから 4, 4パターンに分かりませんかまあ言ったら春夏秋冬じゃないけども季節ごとにこう節目みたいな感じになりやすいんですよなので自分の中の頭でも分かりやすいのとやっぱ1年と思うからなんかすごいの のん,べんだらりと三ち三う,って,いうか3 3 3 3って4つに分かれてるっていう風な感じで季節を見ていくと、えー、やっぱ達成ししやすすいい頭の中が整理されていくんですねでね大体人間って、えー、3ヶ月ぐらいしたらね気が変わってること多いんですよ。1月に、うん、と目標を作った目標がもう3月ぐらいには忘れててその時にはもう全然違う気分になってたりすしません 結構多いいんですよこういうのってそれは別にね全く問題ないんですよ普通だからそれがそれをまた、うん、私決めたのにまた切り替わってるとかそんなじゃなくて人間っていうのは常に変化してるから変わるのは当たり前なんですねただ変わったことをちゃんとその都度認識して、えー、切り替えていくこと例えば3ヶ月後4月になりましたもう一回振り返る3ヶ月おきに振り返るというのは私はおすすめしてるんですけど その時にあっ1月の時はこれがどうしてもやりたいと思ってたしメインだったけどもあの変わることもありますよねあのでただその変わるのは変わってもいいんだけどそこをあまりこう気分を元に決めない方がいいと思うあ長い目で見た時にどうしたいのか本当 どうしたいのかで決めるべき今苦しいから逃げたいとか、あのー、でもあんまり進めないっていうか逃げてもいいんだけどあ私今苦しいから逃げてるなっていうふうにちゃんと自覚してだから今は1番と2番を入れ替えようとかねそれだったらいいんだけどなんか私もなんか別に彼氏なんか欲しくないわみたいな感じでごまかして2番を繰り上げていくとまた何かの,その表紙にね そういうい人のことを見たとき人が幸せそうにしてるのを見た瞬間またねざわざわってなってね <laughs> またねぶれてブレてなんか行動がぐちゃぐちゃになりやすいんですよだから常に常に大事なのは自分は本当はどうしたいのかっていうところを3ヶ月おきにもう1回もう1回こうね振り返るっていうことはすごい大事だと思います。で えとこ,これが案外できてないのが、えー、と本当に心の底から求めているものが何なのかっていうところを、えー、絶対おざ,らにおざなりにしないことうん,なんか人間ってやっぱり弱いし、えー、と嫌なことから逃げたいんですよだからそれをもう巧妙に自分に嘘ついてね自分にすら嘘つくから無意識に。 例えばほんまは結婚したいんですよ、心の底からね、結婚したい、本当は。でも、結婚活してたらもう変な人ばっかり来るし、なんかもう嫌な思いばっかりするから、しんどいわけですよ、でやっぱしんどいことって逃げたいじゃん、なんで、いや、あの私、別に結婚したいとかじゃなかったですみたいな、結婚したいと思わないですとか、結婚したいかわからなくなりましたみたいなこ、この巧妙なごまかしを作ってね、自分にですよ。 別に人にねごまかすのはどうでもいいねんけども自分に嘘をついて、えー、とごまかして逃げるっていうことをするんですよ人間って無意識にでそれをねあ私婚活が苦しいからだから逃げたくて逃げてるんだって分かってたらまたすぐ戻れるんですよ本当は私結婚したいっていことに自分が分かってるからでもそれをすらもごまかすからその言葉でも自分が騙されていって あの脳ってすごくてやっぱ言葉に出すとね騙されていくからでも本当の気持ちっていうのはどうしてもやっぱり、ね、心の底に残ってるからやっぱそれがね何かのこの瞬間に触れられたりとかした時にそ,のそういう例えば幸せそうな人を見た瞬間にやっぱりみたいなざわざわってしてそれが出てきてっていうことがよくあるからあの本当はこうしたいんだってことをとにかく見ていくっていうのはめっちゃ大事です。 だからほんであとね世間体とか人から何か言われるとか他人の目を気にした選択は絶対入れないでくださいこの時これを入れ出すとまた方向性変わってくるんですねブレブレになってきますねだからえと例えばその 本当は彼氏なんて欲しいと思ってない人も中にはいるんですよいるのに本当に心の底から思ってない人もいるなのに友達が婚活しててなんかそれを見たらこのままやったら私置いといかれそうな気するみたいな感じで他人のことを気にした判断で婚活をしている人も多いんですよそれ本当にそうなのか本当に自分が心からしたいのかよくよく自分の中にあの確認した方がいいと思う そんなことしてたら一体誰の人生やねんんっってて話になってくるんですよ人のことを見てああこうしようああしようとかばっかり言ってたら誰の人生かわからんくなってくるんでねそこは気をつけてくださいだから自分の人生を120%自分本位で決めてくださいこれはすごい当たり前のことなんだけどあの結構多くの人ができてないんですね気をつけてくださいねで、えー、まあ要はね自分の気持ちに嘘をついたりごまかした目標を立てても意味がないっていうことです うん、ででさっきのね話にもちょっと補足ですけど3つね3つ以上浮かんだ方はメイン3つとあとね、えっと、そこにね紙の真ん中にビーって線引いてもらってその下にバーって細かく書いていってくださいで、えー、その細かく書いたのはこの3つが達成してから繰り上げしていけばいいです例えば3つ,とも、まあ、3つともなかなかうまく達成できるか分かんないけどもしまあその3つをねうまく達成できた時にまあ そのメインサブがなくななくくってくるじゃないですかそしたら下の細かく変えてるとこから繰り上げていってじゃあ今の,今の私はどれがメインかとかっていうのをその都度3か月ごとにやってください。でそうですね まあこのねやり方でやるとその今までみたいに1年間はこれをしようみたいな感じの時よりもえーとやりやすいしメインが分かってるんで迷いがないんですよメインはどれなんだってサブはこれだっていうの分かってるとあの迷わない。多くの方はあれもこれもあれれれれもももここ しないかみたいな感じになってでその同時に進行って結構難しいんで結局できないじゃないですかそうするとできてない自分にまた落ち込むんですねああ何もできてへんわみたいな感じになってもうそのことすらも考えるのを逃げてしまうもう嫌だ嫌だみたいな感じで逃げてしまって結局1年蓋開けたら何もできてないみたいな感じがまあパターンかなと思いますね。 でも例えば1個でも2個でもまあねもしかね1年経った時にあこれできてるやんってなったら何が一番いいってあなたが来年蓋を開けた時にあ私これとこれできてるわって去年まではなんだかんだ目標を立て,てて毎年できなかったけど今年これ2個できたというふうに思えるじゃないですかそしたら自信の数が増えていくんですねそうやって毎年毎年例えば2個しかね達成できなくても2個って大きいんですよ そうしたら5年経ったら10個も達成できててそれって相当大きいしほとんどの人はほとんどが叶わないんですねなのであのそれだけ叶ってるだけでかなり人生変わってるはずなのでそういうやり方をやってみていただけたらなと思いますで、まあ、自信がないっていうふうにねおっしゃって鑑定来られる方も多いんですけど自信ってこういうことのちっちゃな積み重ねなのでね、はい、なので是非こういうやり方でやってみられたらいいかなっていうのを提案させてもらいました。 参考になれば幸いですはいということで本日のお話は以上になります最後までお聞きいただきましてありがとうございましたまた別の音声動画でお会いしましょう